トリプルメインイベント第1試合、アンダー70キログラム周囲炎 VS 山本優也。青森周囲炎選手の入場です。このクラッシュと対抗戦も行った中国のビッグイベント、英雄伝説、その代表選手、いや中国代表、中国最強と見られる男が間もなくやってきます。トリプルメインイベントの先陣を切って、こちら周囲炎、圧力そのもの、左右の拳、連打であの長島ジェーンオツ雄一郎を1ラウンド KO、 今回も飛び出した最短時間での KO 宣言、あり得る強さが怖い。阿部のより山本優也選手の入場です。リング上で待つは中国最強と見られる男、激闘、また激闘、今回もおそらく己の持つ全てを砕けんばかりにぶつけ打ち合い続けたここまで。そして2011年、 K1 でクラッシュで闘争心を体現してきた、決して諦めないファイトで見る者の心を打ち抜いてきた。でもでもてっぺんまでのもう一つ、もう一勝が遠かった2011年から、山本優也、白い道着、胸にルーツの一つである新空手の文字がある道着着用で、約5ヶ月ぶりのホームリングに見参です。初心を表すのかこのいでたち、それを裏付けるような言葉もありました。2012年、自分が変わって、自分の見方も変わって、クラッシュも変わる1年にしたい、そして1年が終わる頃にはクラッシュイコール山本優也に、夢新たに優也の2012年スタート。中国国内を制して周囲炎クラッシュ初登場。K1 ワールドマッチ2009-2010 日本トーナメント準優勝、また第23代全日本ウェルター級チャンピオン、山本優也。迎え撃つはブチビート山本優也。クラッシュを背負わなければ、支えなければいけない、そんな一人です。さて赤コーナーから山本優也出陣、昨年の9月以来約5ヶ月ぶりの実戦、迎える相手は非常に強力なファイター周囲炎という対戦になりました。そうですね、まあ、イエン選手はジェンオツ選手を KO した試合というのはすごくクローズアップされて、そういうイメージが強いと思うんですけど、
それ以外にもですね、フアカオ・ポー・プロムクだったり、はい、あとスクサゴンっていう、まあ、フアカオと並ぶようなあのタイの中量級のトップ選手、まあ、そういう選手たちと、まあ、海外遠征含めて、すごく経験を積んでる選手なので、もうジエオツ選手と戦った時からは考えられないぐらい強くなってるんじゃないかと予想もされるので、これはユリア選手にとってはもう本当に厳しい試合になるかもしれないですね。で、周囲園23勝のうち 14KO 勝利、左右のストレートが強い、それから184センチという長身です。そうですね、会見だったり計量で並んだ時にはそんなに差はないのかなと思ったんですけど、はい、リングで見るとやっぱこのリーチさ、手足の長さ目立ちますね。そうなってしまいますね、はい、24歳周囲園、27歳の山本優也、いや10代の頃から神童と呼ばれて活躍してきましたけれども、もうここのところ大激戦ばかり、激しいファイト、今回この相手にどんな戦略をぶつけてくるかですよね。まあ、ユウヤ選手はその激しい、これは当たりました、大丈夫だというユウヤなんですが、さらにワンツー、打ち合いは終焉か、この攻撃パワフルですね、ストレートが伸びます。まあ、ユーヤ選手はその打ち合うスタイルとうまく戦うスタイルをミックスさせた新しい自分を見せたいっていうのを今年のテーマに掲げてるんですよね。はい、またそれがなければという相手になりました、はい、あ、でもイエンはサウスポーにスイッチしましたね。お、右をリードジャブにした、はい、そこに左のフックから右ローキックはユーヤです。お、強いミドル、これは強い、これは足の長さも、はい、あ、今の前蹴りもそうですが嫌な相手、はい、過去にこういうサウスポーで戦った試合をあまり見たことなかったので、はい、これはちょっと予想外でしょうね、イーヤ選手にとっても。でまた今戻しました、はい、さらにサウスポーに左ミドルキック、ストレートパンチの強さはもう分かりました。そしてミドルキックもある、またオーソドックスに戻します。おお、さらに左、左右の拳が強い、左右の蹴りも強い。さあユウヤもワンツー返す、ガードをしっかりしてパンチから左ミドルキック、ユウヤも左ミドルは得意ですが、しかし拳が直線的に伸びてくる、まっすぐ後ろに下がっては危ない、ユウヤロープを背にしています。一瞬動きが止まったところに左膝、危険な状態。そうですね、今の左右のストレートの連打、あれはちょっと顔面入りましたね。残り30秒を切っています。大丈夫か、山本優也、左のリードジャブを返します。周囲円が、あ、静かな中にまたサウスポーにスイッチしての左ミドルですね。ここぞというところはさまざまな引き出しを開けて、一発二発では終わらない。ここはどうだ、これはダウンではありません、大丈夫です。右の蹴りで反撃という優也、接近戦にもなる、蹴りと蹴り、左ローは周囲円、ここで第1ラウンド終了です。さあ中村さん、この周囲円というのが強いファイター。そうですね、もう十分に分かりました。はい、まあ、ユウヤ選手も最初あのパンチもらった時にはちょっと余裕なパフォーマンスもあったんですけど、あの後の連打は、ちょっともそこまで行く余裕なかったですね。あわやダウンかというところ、はい、これですね、セコンドは寺戸信近選手、声をかけています。こっちの表情をユウヤ気になりますね。はい、まあ、ちょっとやっぱユウヤ選手が、まあ、ブロックして結構返すそういうスタイルなので、はい、周りの攻撃をもらいやすい側面はあると思うんですけど、でもそれ以上にちょっとイエン選手の、 あのパンチの破壊力、はい、あとは一発一発の重さが目立ったラウンドでしたね。ガードごと叩き壊してやろうというふうにも見えますね。さあ70kg 戦線、3月17日の後楽園ホール大会では王者健太が広安弘相手に防衛戦を行います。その70キロ戦線に自分が絡んでいかなければという宣言もあった優也です。そういう意味でもここは落とせないんですよね。パンチからローキックへ、優也がややこれ前に出てきましたか。しかし周囲円も圧力を返してミドルキックにパンチ、ローキックで揺さぶりをかける優也、左の足でカットしてブロックする、左フックは優也、しかし左フックを返した周囲円、顔面を
打ち抜いた、右で詰めて、ね、さらにストレート、ボディ打ち、アッパー、左ストレート、右ストレート、モンドに寄って崩れた、ユウヤがダウン。いや、先にパンチで前に来たのはユウヤ選手だったんですけど、逆にあの上のカウンターの左フックが流れを変えましたね。一撃の強打に、そして鶴瓶打ち、はい、ボディ、顔面、いや、このまま行ってやれというふうに見える周囲、ユウヤ、回れるか、動けるか、前のめり、これもダウンです、ちょっとさらに危険な状態に陥りました、そうですね、かなり足元がおぼつかない状態なので、今、大丈夫だと笑顔も見せたユウヤなんですが、首相撲からの膝、圧力を返そうとする。このユウヤの気持ちの強さ、打ち砕いてやれと周囲へ砕け散ってしまったユウヤ、これは何とも言えない結末、2ラウンド KO 勝利、圧倒的中国周囲へ。いや、もう単純に強いとしか言えない試合でしたね、もうユエンが強い、はい、もう本当にやっぱり世界のトップの選手たちと実績をこうできた、キャリアしてきた選手というのはこれぐらい強くなるってことです。いや、これはクラッシュ、日本のリング初参戦にはこれ以上ないというインパクトになりました、はい、手数がすごいですし、はい、威力もある、これで、まあ、ジェンオツ選手とユリア選手に KO 勝ちしたわけですから、連続 KO、はい、まあ、本当にこう今まで日本のこう70キロ、まあ、トップ、世界のトップと張り合える階級だと思われたと思うんですけど、はい、もう中国からこういう選手が出てきたっていうことは、そのぐらいもう差が詰まってきて、もしかしたら抜かれてるかもしれないっていうことですからね、はい、これはちょっと2012年の流れを作る試合になるかもしれないですね。で、ユーヤサイドについてもぜひ振り返ってください。まあ、本当に2012年最初の試合でいい勝ち方をしたかったと思うんですけど、まあ、本当ちょっとイエンが予想以上に強かった、予想以上、はい、うん、そう、ユーヤさんに油断があったとは思えなかったので、本当にそこに尽きる試合になったんじゃないですかね。いや、そこで立ち上がってきたのがまさしく、はい、ユーヤなんだという見方もできますけれども、もうそれをそのまま叩いてという周囲へ、はい、まあ、すまなかったという意思表示は四方に、山本優也、深々と一礼があってからリングを後にします。この後の動向にも注目していただきたいですけれどもね。いや、しかしその山本優也に2ラウンド3ノックダウンで完勝です。驚きました。